心はゆるっと、着付けはシャキッと、着付け大好き山宮ひろこです。こんにちは。今日は帯結び解説274番はこんな単純な4枚羽、可愛らしくって簡単だけどとっても難しい不思議な帯結びです。それではいっちゃうよ。タレが上、手が下で一結びして、タレ元を一回しっかり開いておきましょう。そして、タレ先を三分の一。でも、細めの三分の一ね。だから、こうして折って、この角ちょっと。こうして、細めの三分の一を作って、これ最後の太鼓部分なので、40センチ以上は欲しいところです。そして、まっすぐ、背縫いに沿ってまっすぐ上げて、襟に沿わせておいてください。そして残ったこの部分で左右の分孔を作っていきますが、向こう側の帯も一緒に持ってあげて、こうして右と左同じ長さの分孔の羽ができるようにこの時点でも見てあげてください。真ん中を折り上げて、手前も一緒に折り上げていきます。帯幅を半分にするような気持ち。そして手前の三重仮紐でバッテン止め、こちら側も全部4枚帯を揃えてあげて、そしてバッテン止めで、時々最初に背中に預けておいたこの太鼓部分が斜めになっていないかどうか確認しながら進めていきます。そしてこうしてバッテン止めをして、この時に左右の羽が同じぐらいの長さかなということをここできちんと確認して、節縫いの真ん中からの長さをちょっと見ておきましょう。後で直すよりもここできちんと見ておいた方がいいですね。でこの辺のいらないものも整えておきます。次は手です。手を輪をぐーっと引いて、その部分締めてあげて、手の元を開いて、同じように左右長さを測って、少し最初の羽よりも小さめに作る、肩幅ぐらいに作りましょうね。そして手前を折り上げてください。同じ形の羽を作っていきます。そして左の手前にある羽と三重仮紐をくぐらせ、右の羽を右にある羽にくぐらせ、バッテン止めを4枚の羽でするというわけです。そして後から作った羽が最初に作った羽の上に乗るようにしつらえましょう。そしてこの部分ですね、帯をぐっと開いて、いらないものを入れて整えてあげ、太鼓部分を下ろして確認してみましょう。枕です。今回は薄っぺちい枕で、帯の上線よりも上に乗せ、羽を4枚全部持ち上げて、結び目よりも上にしっかりと乗せます。この時最初に作っておいた太鼓部分が線縫いの真ん中にあるかなっていうのをちゃんと確認して、帯枕を締めてください。帯枕はしっかり締めて、帯の胴の中に沈めておきましょう。胴の奥深く沈めることによって、なお一層枕はお背中につきます。お背中につくので、そうすると安定して安心です。帯揚げをかけました。そして少し羽を広げてみて、あ、いい感じだなって思ったら太鼓部分を下ろしていってください。太鼓は帯の長さにもよるので、十分な長さがあれば、このぐらい十分にあれば、
返して折り上げてあげることができますし、少し広げて先を中に三角に折って、その部分に真ん中に帯締めをかけて折り上げてあげて、帯の縁に乗るようにしてあげて、これ以上下がらないようにしてあげるのも一つだと思います。この部分の処理については、残った長さによるわけですから、そこは帯によって変えてみてください。あんまり太鼓部分が間が抜けて長いと可愛らしくなくなるので、あとこの部分もあんまり広すぎると可愛らしくないです。ただ厚手の帯とかはちょっと細くするのが難しいかもしれません。帯締めはどんなにしっかり締めても大丈夫です。しっかり締めてあげてください。あっという間に4枚羽です。形付けです。シンプルなこういう左右対称の4枚羽、これは形付けがとても大事です。羽を広げて、右と左の羽の角度や大きさや、お背中についている場所など、これを確認しながら作っていきましょう。お背中につくところはどの辺かなというような場所を確認して作っていきましょうね。そして下の羽も広げて、この羽をどういった羽にするかによって雰囲気は変わってくると思います。これはもう形付けの問題です。可愛らしく垂れ下げるような形にするのか、パッと広げた4枚羽にするのか、それはそのお嬢様の感じや、あ、こんな風にしたいなって、この帯結びだったらこういう風にしたいなっていうような、あとは材質ですね。自由になるような材質なのか、少し重めな硬めな厚めなのか、そういったことによっても変わってきます。ただ4枚羽の場合、この4つの羽ですね、上の羽と下の羽が完全に重なりすぎてしまうと立体感が失われてしまうので、少しこういうところにきちんとリズムが出るような感じに作ってあげましょう。まるっきり2枚が同じように重なってしまうとつまらなくなってしまうので、そういったところを気をつけて形付けます。ただ2枚の帯が重なっているのが綺麗に重なっている方がいいのか、少しずれた感じでまとめていきたいのか、そういったことも一緒に考えていって作ってくださいね。そしてこういう羽、私は今録画中なのでなかなかできないんですが、少しこう離れてみる、体を離れてみる、お嬢様よりも離れて見ることができれば、その方がより分かりやすくなると思います。ただこうして持った時のこの長さが同じ、こうして持った時のこの長さが同じということは、やっぱり一番確認したいところですね。そんなところに注意して形付けをしていきましょう。単純なのでとても簡単な帯結びですが、最後の形付け次第でなかなか難しくもなります。というわけで、どう？簡単でしょ？ほら、やってみて。